どうも皆さんこんにちは、みずるです。でんこれ可愛くね？これ結構ね、ありだと思う。なかなか可愛いです。はい、ということでですね、今回なんですけど、なんと武器をね270数種類ある中でですね、近接武器ですよ、近接系の武器から盾と、弓とかなしで、なんとティア分けをね、やってきました。独断と偏見でございます。私と私のリスナーさんたちで、新規の方もたくさんいたんですが、皆さんでね、これって何のランクだろうと考えながら、約2時間3時間ぐらいかけてですね、配信でティア分けをしてきたので、その結果発表とそれぞれ解説をしていこうかなと思います。あくまで一意見、要はこの水色のチャンネルでの意見としてね、楽観視で見てくれた方がいいと思う。ガチガチの考察をもとにとかっていうわけではなくて、この武器ってこんな感じじゃないのっていうような、ちょっとね楽しみながらやる企画として、やったので、それを結果としてね、ご報告しましょうというような感じでございます。結構ねこういうランキング付けとか楽しいし、それぞれね、最強武器4選とかさ、何選とか、今作史上最強のとかいろいろ言われると思うんですけど、結構ね、発売から経って600人ぐらい同説で最大ついてたんですけど、総視聴で言うとね、もうライブ切る前に普通に1万回とかを突破してたので、普通に何千人分と言っていいんじゃないかなというような意見でね、入れ替わり立ち替わりするので、視聴者さんもね、その中で低く見積もっても1500人とかの意見をもとにといったような感じでね、たくさんの方がコメントしていただいたので、今回そういった中での結果として見ていってくれたらなと思います。コメント欄でね自由に意見は書いていいんですけど、ここはこれじゃねえだろみたいなね、あんまり強すぎるのはちょっとね控えつつ、楽しんでね見てくれたらと思います。ということで早速ねやっていきましょう。はい、ててーんと、全体像としてはですね、こんな感じ。 SABCD と、下のねちょっと赤い部分は後で説明していくんですが、それぞれですね ABC に関しては A+B+C+ とついております。このねプラスも何かというとですね、 A ではとどまりきらない、でも上のランクではないよねというものを、どうしてもというのでちょっとね精査したかったので、後から付け足しでつけてみたものです。後ほどね解説 していきますね。で今回の、固有戦技、通常武器ではなく模色探石でね、レベルが上がっていくもの、戦技の付け替えができないものとして一応選んでみたんですが、その基準点ってのが、ちょっと曖昧ではあるんだけど、今回固有戦技でかつ1周目の攻略の時にどれぐらい使えるかみたいな感じなのと、あと入手とかそれぞれのステータスのバランスとか、普通に武器の総合値として考えたりとかっていう、いろんな要素をね噛み合わせてちょっと考えております。ここがですね、難しいとこで、レベル帯で言っても、150前後とかで、使える前提で一応考えてはいるんですけど、ぶっちゃけその域を超えてるものもあったりするので、ちょっとその辺はね緩く見てくれたらなと思います。結構難しくて、これ入手時期考えたら最序盤だからもう S いっちゃうんじゃねみたいなとか、逆にこれめちゃめちゃ強いけどかなり後半だから、いや B とかじゃねみたいな、その入手時期とかをねかなり細かく見ると結構難しかったりしたので、その辺はちょっと曖昧になりつつあるんですが、一応納得のいく結果にね、皆さん満場一致で納得いく結果になったんじゃないかなというところで、ちょっとやっていきたいと思います。はい、まずですねこちら、下の部分はちょっと今モザイクかけてるかな、多分わからないようにしてると思うんですが、D からやっていきましょう。それぞれね武器を見て名前が浮かぶ人と浮かばない人たくさんいると思うんですけど、なんとなくで見てくれたらいいかなと、あとはこういった武器もあるんだよと知らないのがあったらね、コメントで D の何番目とか言ったらちょっとわかんないのが、自分がコメントしたりリスナーさんが、ね、多分教えてくれたりするかもしれないので、気になるものがあったら、どしどしとコメント書いてくださいということで、まずね D なんですけど、 D のランク基準、これもう論外です。武器としての武器権、人権がないよといったものがここに集められています。はい、この中でもかなりひどいものとまだ救いようがあるもの、それぞれね、分かれていくんですけど、今回はね攻略用ということなので、その中で日の目を見ていない、まず使われない、使う価値がないといったものが
集められております。特定のビルドでガン振り曲振りこの武器にのみ捧げた場合はかなり効果力出るとか、そういったのも中には入っている可能性があるんですが、今回そういったのを一切無視して通常の攻略1周目でまあ使わん、まあ下手し2周目3周目いってもまあ使わんだというものがね集約されている感じになってます。入手難易度というとね、チンクエリアとかかなり難しくてレア浮きなので、結構ねひいきしたい感じではあるんですが、まあ、普通にね攻略によって使う価値があまりないというところだったりとか、あとはですね今作、まあ、現環境かな、今強いと言われているトロルの、方向という戦技がついているこのトロルの騎士剣とねこの黄金剣、それぞれも戦技があるので別で、まあ何かねクレソかなんかにつけた場合はあまり使う機会がないなというところで、省かれております。まあ、あとはですね剣つなぎ剣継ぎの体験とかも、まあ、ぶっちゃけ使わん、もう本当にひどいので言うとローゼスの斧とか、まあ、ガーゴイルの黒系のね武器とかも大して使わんし、まあ、バレーの花束なんてのはね出血だけ高くてもうリーチ短い、振りは遅いダメージは低いっつってもうねもう本当に てんてこまいなので、ここに振ってあります。あとはですねディティールだけで言ったらめちゃめちゃかっこいいなとかいうのがあったりするんですが、まあ、基本的には人権がないものと、まあなんとね、発売当初だったら S ランクインしていたであろう氷格納の入手速度だったりとか、固定戦技霜踏みね加味した時に、まあ、明らかに S か A プラス入ってくるであろうというね氷格納がなんとね D まで来ました。バブルって怖いよね。あ一時期こう合流してても、まあ、いつか弾ける時が来ると、まあ、今がそんな感じですよね世界情勢、まあ、そんな感じのちょっとよくわかんないネタを入れてしまったんですが、全体的にはこんな感じになっております。あとね特筆すべき点としてはですね伝説の武器が非常に多いんですよここなんと、王くらいの世界くらいの宝石とかね、これ強いんじゃないかなって当初結構期待されてたと思うんですが、マジ雑魚ですこれ。論外です。敬礼できる戦技ララゴンの撃った武器と言われているところで硬波を撃つことができるんですけど、これもマジ弱い、まあ、これやったら暗月の体験でいいかなとかね、まあ、そういった意見もいろいろ出つつあって、こんな感じのラインナップとなっております。はい、続きましてね C の面々なんですが、 C からですね C プラスというものができていて、 C のね内訳としては人権はあるけど使う場面は少ない、まあ、B その上位ランクよりは非常に頻度は少ないけど一部の場面で活躍したりとか、まあ、アップデによって少し強化されて日の目を見たりとか、その一定条件下においては何かこうちょっと効力を発揮してくれるような、まあ、武器たちというところでやってきております。何かこう火力がぶっちゃけ高いとか、ね、火力がめちゃめちゃ高いとか使い勝手がいいとかっていう武器は基本入ってないような感じになっております。まずですね、C の方からいこう。使命の刃とかはこれ B とかの意見もあったんですよ。マリニアをなんか吹っ飛ばし性能があってダウンかなひるませる性能とかもあるので、結構ぶっぱできて強いですよとかあったんですけど、これやったらまあ死の刃でいいかなというところで C に落ちてまいりました。あとはね腐敗がついてるサソリ、これもね結局サブウェポンとしてのまあ有能性は買われて一応 C にいたりするんですけど、まああとね意見が分かれたの神の意見、これもねまあ一応分かれたんですけど、ぶっちゃけ範囲広いし多分一番このゲームの中でね広範囲の戦技ではあるんですけど、ぶっちゃけ経験値稼ぎでしか使わんやんってところで、まあその経験値稼ぎ性能を見込まれて D の人権は確保したというところでねここに来てたりとか、まあ、ヘルヘンはねよくわかんないけどまあなんか強いんじゃねってところでこれ言ったらダメ、なんかよくわかんないけど強いんじゃねみたいな感じでシーンに来てるんですけど、あとね氷結の針そこそこ強いし長兵 FP なしのリーチのあるまあ強攻撃が入っていたりとかね強いじゃん。ギザの車輪はね結局 B とか B プラスの論争もあったんですが、まあ、出血しないしそんな使う価値ないよねっていう若干ネタ武器だよねってところで、ここだったりとか、まああとそんな感じの武器がね連なっている感じですね。シギレのこの武器とかもね戦技の出が早まったとはいえぶっちゃけそんな強くなかったりとか、はい、そんな感じの武器になってます。あのひもじのパターンもね一応進行武器として序盤そこそこ使えるけど、まあ、結局は大して使う場面もなく日の目を見ずに終わっていくといったところでここに来たりとか、まあ、あとは、ね、2種類しかないムチも対人においては、まあ、B プラ A まで入ってくる可能性もあるとしても攻略においてはそこそこのね、立ち位置なんじゃないかなというところで一応人権は確保したという形になっております。そしてね忘れていたんですが C プラスの武器ですね、
ここは降臨のサイスとマレニアの騎士党が来ていて、マレニアはね結構あのマニアの人からは B とか B プラス、まあ、それぐらいのランクをね希望されていたんですが、ぶっちゃけ強靭がない戦技プラス効果力を出せる見込みが少ないってとこと、使う場面もそんなにないと、必要能力値もかなりね要求してくる割に、まあ、大したダメージも出ない、まあ、ボスとかで使う場面も少ないというところで、まあ、この立ち位置になっております。その C ほどではないけど B でもないよねみたいな、その中間、ちょうどいい中間って感じのランクインですね。そして C プラスの降臨のサイズね、これはですね、戦技が強化されてもうぶっ破できる、ホーミングをぶっ破、超遠距離からホーミングひたすら打ち続けられるっていう、その戦技の有能さ、快適さが評価されて一応 C プラに来ています。 B でもいいという意見もあったんですけど、まあ、ダメージが少なかったりとか、まあ、FP 消費がエグかったりとかね、まあ、そういった場面でも、ちょっとねマイナス評価となって C プラとなっておる。はい、結構ねあのサクサクサクと来てるんですが、 B のこちら武器たちですね、まずまた B からいきましょう。まあ、初期はねレドビアで飾ってるんですが、自分的には出血かなり押してて、出血のサブキャラではレドビアでねマレニアまで行ったりとかしてかなりね支えられた武器だったので、まあ、A の、ランクを希望はしたんですけど、まあ、総合的に見てね、まあ、やっぱ B の息は出てないかなと。他の武器たちがやっぱ強いので、結局出血神秘で縛った時に強いけど、まあ、他の武器の方が上だよねってところでここにランクインしたんですね。まあ、あとはこのトロルの、違うカーリアの騎士剣、これはですねグレートカーリアがついてるよというところで今結構熱い戦技なので評価されて B に来ております。直剣というね、ジャンルも結構評価されてるね、使いやすいよね。あとはですねひもじのパタ、違うひもじの剣ね、こっちはねそこそこ使う場面がいいあるんじゃないかなというところで、まあ、場面は選ぶけど、ガード貫通性能だったりとか戦技の性能とかも一応見込まれて一応 B に位置しております。そしてエオヒドの宝剣、飛ばしてねマレーの宝剣も入ってるんですけど、じゃマレーの執行剣かなも入ってるんですけど、こいつら火力が出るんですけど当てにくいよねってところでちょっと降格してね、B プラとか A からどんどん下がってきて B に最終的に、まあ、落ち着いたという感じです。そしてねその横エオヒドの宝剣の横は暗月の体験なんだけど、これに関してはやっぱマニアな人は結構強いって言うんですけど、ぶっちゃけ消費 FP32 か6で、1000近いダメージをねひたすらぶっ破できますというのは強いんですけど、まあでもね戦技横の硬波がまっすぐしか飛ばないの、斜めに飛んでかないんですよホーミングで、なのでほぼ当たらん、傾斜があったらまず使えないってところで、まあ、微妙やなというところで、マイナス面が大きくてここに位置しております。そしてね星砕きの体験、これは攻略においてはかなりね有効活用されている場面が多く見られたので、まあ、満場一致で B ですね。まあ、B プラまでいかないっていうところには、まあ、一応 B プラ以上のものがそれ以上に強かったりとか、うん、っていうのが背景があって、まあ、戦技の速度モーションだったりとか、まあ、総合的に見て一応 B という位置づけになってます。でトリンダの剣もねこれも攻略どっちかというと対人なんですけど、まあ、攻略においても一部の敵にはかなりのね、効果を発揮するのと、唯一無二の、まあ、戦技というところで眠り系統の、ね、属性異常を与えますという戦技状態異常ということで評価されて B まで上がってきたという感じです。夜と炎の剣はですねもう見るの無残に、B まで下がってきました。まあ、こいつもね昔は強かったですけど、まあ、今でも使えるけど、まあ、B にとどまってるかなといったところですね。はい、続いてね下のマリケスの剣なんですけど、体験ね特大剣だっけ、こちらはさっき持ってたやつですね。まあ、金馬さ筋肉進行においてかなりの火力終盤ね、実力を発揮するというところでここに位置していて、続いてモーゴットの受験はねこれに関してはアップデートでかなり使い勝手が良くなったというところで、結構な支持を得ていたので、自分はね使ってる場面が少なかったのでちょっと分かんなかったんですけど、かなり支持があったので B という位置づけですね。そしてこれね長笛なんですけど、なんとね大ボスとかに一部のビルド組むことによって7000とか出るんですよ大ボスに対して。ただその大ボス限定だったりとか使う場面がかなりごく一部というところで、まあしかもこうマニアックなねちょっと武器というところで、まあ、B に位置しております。ダメージだけで言ったらね B プラ A も行ってもいいんちゃうという意見もね一部あったんですけど、まあ、全体的に見て、とりあえず B に落ち着いた方がいいかなというところですね。
で、ヘリケ、これももともと C だったんですけど、ちゃんと火力をね出せるビルド、出血とか神秘とかの方に振っていくことによって、まあ、しっかりとねダメージが出てくれるというところでここに登ってきました。あとはですね、残り不走黄金のハルバードと竜のハルバード、これ不走はですね馬乗りの時にすごい使いやすかったり、攻略においてかなりね序盤とか中盤含め活用するので、有効活用されているので B にランクインしたという感じね。さあそして上のね B プラスのランなんですけど、全部で7個あります。それぞれが結構な強武器になってきます。ここからまずモグインの清掃、これはね対人、まあ対人今回関係ないけど対人も含み、ほとんどのボス出血が効くボスに対してかなりの大ダメージがつかめるというところで、まあ、マルチもソロ攻略もかなりね使いどころが多いというところで、持ってきました。ここ流体土地ね、これもねかなり、評価が多かったです。使う場面が多いんだよね。まあ、違うなんだ、打撃系の武器を普段使わないビルドとかをしている時でも、これ一つ持ってればまあかなり使い勝手が良かったり、リーチもね、戦技のリーチも非常に長くて使い勝手が良いというところで、攻略の時にね片方、1本持っておくとねすごい楽になるというような感じの意見が多かったかな。そしてですね、竜王の眼剣、これもともとね、B か C で迷われてたんですけど、俺めちゃめちゃ推しなので、俺と一部の方が推して B プラまで登ってきました。結局強くねみたいな。これですね、以前動画上げたんだけど、戦技中は多段ヒットかつ戦技もぶっぱ性能かなりある、ダメージも高い、相手吹っ飛ばし性能もあるというところで、戦技単体で見たらマジで強い、マジで、そういう感じで、こちら選ばれてるんですが、まあ、これはね最近のナウイ、強い武器なんじゃないかな。そしてね、遺跡の体験、こちらですね、なんか A とか A プラスがいいという方もいたんですが、まあ、筋肉マンだね。戦技も目の前に長い硬波を放つということで、1500とか2000いかないぐらいのダメージをね与えることができるんですけど、まあ強いよ、強いけど一応この域に入ってるかなというところで、なんか特殊系のダメージを与えたりっていうわけではないんですけど、ただ硬波をバンって放つっていう、まあ、シンプルさゆえの B プラって感じかな。であとはですね、エレオノーラ、これもまあ強いけど A ほど活躍使われはないけど B にはとどまらんなっていうところの、B プラスで、神狩りの意見はこれかなり戦技一発のダメージがでかいので、まあ、それと使いやすさを見込まれての B プラス。歯科規模はですね、戦技連打が非常にハメ性能かつダメージの、ね、持続力もあって実は強いというところで、戦技プラス強攻撃通常攻撃のつなぎを結構重視されるがちなんですけど、戦技連打が実はね、知る人と知る最強戦技の使い方というところで、B プラスに上り詰めてきました。さあいよいよですね S が見えてきたんですが、ここに関してはね見せてないと思うんですけど、マジ誰もが納得する、まあ、薄々気づいてる方もいると思うんですが、まず A から見ていきましょう。 A はですね、こちら死の刃、まあ、黒き刃のついてる戦技死の刃が評価されたと。もちろん戦技のアップグレードが先日ね、なんだ情報修正があったのもあるし、まあ、いろんなボスね対しての有効だとして、まあ、これも結構多くの方からの支持を得ての A という感じですね。そしてこちらもね最近強くなってめちゃめちゃ支持されていた狼の襲撃という戦技がついた、王家のグレートソード、こちらねブライブが持っている武器なんですけど、まあ、入手タイミングしかり使えるタイミングしかり、まあ、いろんなね場面で活躍できる非常にね優れた武器なんじゃないかなというところで評価されております。はい、そしてアステールの薄羽、これはね当初 S とかを言われてたんですけど、ボス、雑魚どんな敵に対しても使えるし、ただもうぶっ壊れの域には達してないかなってところで一応 A に位置されている武器。そしてねこれも支持が多かった A、両剣の長ですね、これも最初 S で選んでた人いたんですけど、入手時期が最初なのと、ビルドもね非常に簡単に上がっていくってところで使い勝手がかなり良く、初心者から上級者までね使われるというところで、まあいつどのタイミングで最強武器と言われてもおかしくないような今作を支えているような、ね、武器だったんじゃないかなと思うんですけど、今回は惜しくも A というところでね、その上が結構強いんですよね普通に。でこれかなり人気だったんですけど、グランサクスの槍かな、これそう、これのね戦技ためでの超遠距離雷槍みたいな雷装がね2000何百出るんですけど、
それがめちゃめちゃ強いっていうところで、まあ、攻略とか、まあ、いろんな場面ですね、ボス潰しにおいても、遠距離からかなり安全に効果力を出し続けることができるというところで、かなり、なんだ、反響がね、あったっすね。まあ、個人的には眼剣もね、A ぐらいの威力ではあったのかなとは思うんですけど、この辺に関してはね、結構難しかったんですよね。なので、まあ、コメントでね、意見をゆるゆると書いてください。はい。ってことで、A プラスはですね、冒涜の聖剣。これはね、これは間違いないかなと思います、自分も。攻略においては、金馬砂というちょっと、こう、マニアック捨てではあるんですけど、初心者的なもんで言うと、筋肉とか、知力とかバンバン振っちゃいそうなもんではあるんですけど、筋肉と進行をしっかり振ることによって、一撃3000近くまでね、最後、火力を出すことができ、かつ、戦技が当たるだけで回復し、敵を倒すだけで回復するというバケモンみたいな、もう不死の武器ということでね、まあ、攻略の手助けをするのは間違いないと。これとね、ある武器を組み合わせることでめちゃめちゃ強いというのが有名なんですが、それはまたおいおいの動画で紹介したらしていけたらなと思います。ということで、喋りすぎました。 3,4 時間喋ってさ、この30分ぐらいひたすら喋ってんのも喉死んじゃうわ俺。はい、ちょっとね、 S 行く前に待ってください。下のピンク気になってたでしょ、これ行きましょう。はい、どうぞ。はい、愛情ってなんやと。これはですね、ネタ武器なのかガチ武器なのか、一般的に見たらネタ武器、でも結構愛されている武器というところで、愛情が育まれている武器という感じになっております。それぞれ理由を解説しましょう。指はですね、これ実は強いんですよ、結構対人とかにおいては。でも攻略でこれ使わん、でもこれいいやんっていう、その、まあ、一部のね、数人の熱狂的なファンの熱烈な希望によってこの愛情という枠が誕生したんですけど、まあ、それをね、いいことに入ってきた後の2つなんですが、寄付騎士の槍、これ強くないんよ。レアドロップのくせに、まあそんな強くないんですよ。ただかっこいい、かっこいいの一点で愛情に入れてくれというところで入ってきました。そしてですね、このすがりつくだっけ、すがりつく手骨、これマジゴミです。ゴミなのにファンがいるんですよ。本当にお前これ強いと思ってるの？いや強いとは思ってないけど、いや愛情は入ってます。そうかっつって、じゃあ愛情入れとこうっていう感じの流れですね。さあ、そしていよいよ栄えある第1位やってきました。第1位じゃない、 S ランクですね。大事なとこをちょっと間違えてしまったんですが、 S ランクやっていきましょう。こちらです。はい、もうね、もう言うことないでしょ。このね、武器ディティール、見たことない人の方が少ないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それぞれ見ていきましょう。まあ、順番としては逆なんですが、まずですね、師団結が。これも納得ですね。まあ、この辺の武器、S に関してはですね、もはやダメージ食らうんかみたいな。ダメージ食らう？いや、これ撃ってたら終わるんじゃねみたいな、そういう武器たちが、もう、満場一致で入ってます。死残血芽に関しては言うまでもなくね、戦技の最強性と、普通の出血のダメージもしっかり入っている。まあ、戦技のリーチもありますよね。どの敵に対しても使えるっていう火力、万能さとかね、汎用性。なんか全てが評価されております。まあ、ケチつけどころがないと。対人でいたら諦めるぐらい。まあ、攻略において使っていたらもう頼もしい。もうこれさえあれば勝てると錯覚してしまうぐらいのね、まあ、名刀というところで、ランクインしてます。そして次ですね、月隠れ、ガチン、月隠し、月ごもり、まあいろいろね、ありますけど、これもね、満場一致でした。強靭削りが若干弱体化されたのかみたいな前騒がれたと思うんですけど、そんなの関係ないぐらいやっぱ強いらしいです、まだまだ。戦技のね、強攻撃バージョン、縦の硬波を放つ方でね、あれがやばいと。横硬波はね、今回のエルデンリングによってそんなに強い武器ないんですよ。暗月の体験とか、成立の、なんだっけ、体験、あの、ラダゴン体験ね、伝説武器の。とか、まあ、この月隠れも各横の硬波は弱いです。横の硬波だけで言ったらぶっちゃけ B とか C ぐらいなんじゃないかなと思うんですけど、縦硬波のね、強靭削りと距離と威力やばいというところで、これも満場一致。刀というジャンルが、まあ、二刀武器なのでね、やっぱ基本持つとしたら、まあ、そういった使いやすさとかも加味されてのランクインなんじゃないかなというところでございます。そしてね、最後。これは水色ガチ押しです。自分、刀に関しては強すぎるがゆえに使ってなかったんですけど、あんまり。このね、聖獣のアギトはですね、マラソンとか、ボスとか、
モブとか、すべてにおいて、もうどの場面においても使えます。もうどんな方でも使えます、これ。打ってたら終わる。2、3発打てば大抵の時はね、ひざまずくし、もう10発、20発打つもんだったら、ボスでさえも死んでいくというのを言うようなね、火力も、まあ、戦技能力、まあ、標準削りとか、場面もね、選ばない。しかも戦技のスパンめちゃめちゃ早い。やばい、これ。しかも範囲攻撃。武器自体も特大なので、近づいた敵とかにね、しっかり殴るだけで高火力を出せると。こんなに素晴らしい武器はね、なかなかないよという3つがね、ラインナップされてるわけですよ。ここに関してはね、本当に文句出なかったね。まあ、使ったことない人からしたら、聖獣のアギトなんだとかっていう方もいたし、見たことないっていう方もいたんですけど、ゆくゆくね、手に入れたらね、使ってみてください。ただし、要求捨てがちょっと高かったりします。すべてね。資産欠が後半入手。月隠れはしっかりとこう火力盛るには、ちゃんとビルドを作っていかなきゃいけなかったり、アギトに関しては筋力のステータスが確かね結構高かったりとかいうのがあるので、まあ、そういったのを乗り越えても使う価値があるぐらいのね、最強ぶっ壊れ武器というところで S ランクインしております。まあいろいろねぶっ壊れとか戦技組み合わせとかでね含みいろいろ紹介はしてきたんですが、まあ、結果的に超よく精査して今作史上最強やな、満場一致でこれやばいなっていうのはこの3つというとこなんじゃないかなと。本当の本当にもう SSSSS とかってよく見ると思うんですけど、もう S が最強頂点とした時にもうやっぱこの3つしかないなみたいなのがこのそれぞれのね武器たちでございました。はい、ということですね。皆さん今どこまで進んでるでしょうか。結構クリアしたよって方も多くなってきてね、何周も何周もしてる方もザラに出てきてると思うんですが、まだね1周目だよと攻略してますよという方とかもね、まあ、こういった表を見て、使ってみたい武器探すのも面白いと思ったし、まあ、ゴールデンウィークかつ、まあ、2ヶ月数週間経ってね発売から情報が出てきた上でのね、こういうランキングつけるのも面白いかなということで、やってみたら意外とね好評で楽しかったので、まあ、動画としてね残してみようということで今回こんな感じで締めたいと思います。まあ、それぞれね使ったことあるないで、ね、意見も変わってくると思うんですが、まあ、一応意見はね自由に書いてもろてというところで、まあ、コメントも見て動画も見て楽しんでくれたらなと思います。それではねまた次回の方でお会いしましょう。なんかねランキングとかねなんかやってほしいこととかあったらそちらもぜひコメントよろしくお願いします。いつもね見させていただいております。ありがとうございます。それではねまた次回の動画でお会いしましょう。高評価もよろしくね。バイバイ。